しほにゃんの熊の天女座チャンネル。はい、しほにゃんです。今日は紀州備長炭に魅せられて津村俊春さんをご紹介させていただきます。津村さんは1949年紀北町矢口生まれ、子どもの頃から高校までずっと船長さんかパイロットになりたかったということです。20歳ぐらいの時まで2年間都会に出ていろんなことをやってみましたが、22歳に田舎に帰ってきました。地元に帰ってきてしばらくはサラリーマンをやっていたそうです。そして和歌山の紀州備長炭の師匠の門を叩いて3ヶ月間住み込んで学びました。39歳の時独立、尾鷲で炭焼きの釜を作りました。平成元年に紀州備長炭という名前で販売をしました。特に営業をしなくても東京の問屋さんに卸すだけで、焼き鳥屋さんやうなぎ屋さん、焼肉屋さん、焼きせんべい屋さんなどで使っていただくことができました。紀州備長炭というのはウバメガシというものを使います。その昔、空海が中国から白炭の作り方を伝授され日本に伝わったということです。白炭というのはウバメガシを材料にします。黒炭というのは雑木を原料とします。白炭は火の温度が均一に焼けること、また食べ物に炭の匂いが移らないことなどの利点があるそうです。実はしほにゃんは津村さんのことを昔から知っていましたが、初めてこの釜を見せていただき、とても立派なのに驚きました。ウバメガシを伐採するところから始めて製品になるまでなんと2週間かかるそうです。灼熱地獄での作業は大変です。1000度以上あるそうです。今やっている作業は焼けた備長炭を取り出しているところです。しばし作業の様子をご覧ください。真っ赤に焼けた紀州備長炭が出てきました。この釜は焼けたので取り出しておりますが、右隣の釜はまだ中で燃えているそうです。燃えている間は蓋を閉めていますが、取り出すとき蓋を外します。これは取り出された紀州備長炭に熱いうちに灰をかけているところです。作業はだいたい8時から5時まで行われます。夏などは夜に作業することもあるそうです。生産量は1ヶ月に2回釜を入れて、熱い木で4トンから5トンになるそうです。釜の前でカメラを構えて5秒と持ちませんでした。この方が井槌さんです。先日天女座のカフェに奥様といらして、大変盛り上がり、備長炭を焼いているということで取材をさせていただきました。井槌さんは学校の先生をされていましたが、56歳の時辞めました。そして世界中を旅して農業を研究しました。3年前の2018年、道を間違えて奥さんと2人で津村さんのところに迷い込み、津村さんが見ていきなさいということで、それから備長炭にはまったそうです。この重いウバメガシ、山からチェーンソーで伐採するところからやっているそうです。チェーンソーで木を切ったりするのは最初はうまくいかなかったそうですが、だんだん腕が上がってきて、教員をやっている時よりもすごく生きがいがあるそうです。津村さんの後継者は今10人いるそうです。
津村さんは炭焼きをしている時が本当に楽しくてたまらないとおっしゃっています。紀伊の国の田辺の商人備中屋長左衛門さんが乳母菓子を材料に作り販売を始めたところから備長炭の名前がついたそうです。備長炭には16等級あるそうです。太さや長さで選別されるので16段階の炭があるということです。はい、ありがとうございました。今日は紀州備長炭の津村さん、井槌さんをご紹介させていただきました。津村さんも井槌さんも炭作りを大変楽しんでおられるところが素晴らしいと思いました。紀州備長炭で炊くご飯、一流のご飯だそうです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。